はてさて、じゃあ仲間にならないで敵対するルート行きますか。どういう風になるんだろう。でも利用されちゃうのかな。それはそれで悲しい結末になりそうだけど、じゃあ仲間にならないって言うとどうなるか。はい、ごめんね。人間も好きじゃないけど、お母様の愛裏切れないや。そうか、なら俺と戦え。うん、そうするよ。僕が魔王になるんだ。魔王エグリマティアス。アンラ、怖いよそのグラ。あ、待って、それは孤独、寂しさ、モラクティア、モラクスイア、アマルティア、増えてんねー、アマルティアも。そうか、アマルティアとモラクスイア覚えちゃったのか。魔撃になってるね。で、アマルティア、じゃあかますか。やはりアマルティアは解放しないといけないのか。タラサは放った。まあ、タラサなら大丈夫、魔法攻撃なら大丈夫。いっか。あ、でもね、魔法力趣味がある。いや、魔撃の方がいいと思う。あー、いいね、強いね。マギア、魔法力上がった。いや、まああまり関係ない。アマルティアを解放しまくれば、狂気の炎を放つ。あー、なるほどね、狂気の炎強いな。まあいいや、そんなに気にしなくてもね、再びアマルティアかければいいんで。アマルティアドーン。とりあえずデバフが最強なんでね、デバフ最強なんで。イグニスは放った。イグニスとかは全然食らわないね。魔法の打ち合いだったら絶対負ける気せんな。ニキティス、あ、で攻撃アップってことね。でも結局のデバフ入れてあるからね、あんま変わんないんだよね。まあ一応あれかい、じゃあ回復しとくかい。あ、で攻撃してくると。まあでもそんなに強くない。あー、3回攻撃だったのね。危ない危ない。まあアマルティアして、アマルティアと3回魔撃を挟んでいけば、決してね、負ける相手ではない感じだと思う。3回魔撃、これも勇者を食べて覚えちまったのか。マギア、魔法力上がった。まあ次も耐えるっちゃ耐えるんだよな。スパッと行こう。狂気の炎、あのね、こういう感じね。まあまあまあ死なないとは思うけど。じゃあ、あ、いや、これは行き過ぎ。 HP 回復して、あ、基本的に、あ、そうか、アマルティアのおかげでだいぶ下がっちゃってんだね。いや、アマルティアが強いな、素直に。これニキティス、いや、上げても結局のところ元に戻ってるみたいなもんだからな。基本的に連続攻撃食らって、まあなんか痛恨の一撃じゃなければ大丈夫だと思うけどね。痛恨の一撃はマジでちょっとやばいな、食らうと。はい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 。あ、お前もアマルティア使うの。お前も使ったか、アマルティア。ってことは次は高校になる可能性が高いな。スピードも下がってんだから、スピード下がってるって考えると、あ、いや、下がってない、スピードは下がってねえのか。マギア、魔法力上がった。じゃあアマルティア下げる。アマルティア同士ぶつかり合えばいいんだろ。じゃあ魔法力も再び下げたから、これでで狂気の炎はまあこんなもんと。で3回魔撃と。よし、さあ倒しましたけど、見事だ巫女よ。さすが魔王様、強かったよ。やはり2の主人公に1はかなわないってわけか。くそ。じゃあいただきまーす。くそ。嘘だろ、しなくない、ごめん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 。これで僕が魔王だ。おめでとうございます新魔王様。これで人間が世界を統一できますね。ご両親もさぞかし喜ばれることでしょう。魔王の前世の私が担当させてもらいますね。そうか、魔王はいなくなった。あ、それも嫌だったら私のこのうまく倒して食い食わせばいいでしょう。もちろん抵抗はしますけど、まあそうする。とりあえず今は魔王の政治のシステムについて教えて。
勉強熱心で嬉しいです。あれ、こんなにおめでたいことなのに表情がおかないですか。どうかされましたか。なんでもないよ。なんでも。こうして新しい魔王は同族である魔王たちを騙し食い殺し始めた。そして魔物は減り、人間は平和に暮らせるようになった。王様も大喜び。人間の兵士を通じて人間の魔王ミコトの政治の都合をつけた。こうして世界は人間だけが支配する素敵な平和を迎えることになった。今日もお母様会いに来てくれない。ねえ、僕頑張ったよね。褒めて。ねえ、褒めてよ。どうして会いに来てくれないの。お母様寂しい。寂しいよ。え、エンド？嘘。ちょそんな、そんな。そんなわけでですね、見てください。魔王そっちのけでね、稼ぎに熱中し、所持金が13万というとんでもないことになってしまいました。まあこれが意味する目的は一つですよ。船です。前回の作品ではですね、船に行くと、孤島に、とある人物がいたんですね。変えましょう。船が西の海辺に設置された。じゃあ行きましょうか。まあ装備もいいよね。全部最高級の買ってるよね。うん、大丈夫だね。じゃあまあね、無言で稼いでたわけなんですけど、さっきまで。レベル36になりましてね、そしたら勝手に覚えましたね、ここも。36。十分なレベルでしょう。じゃあ、船行って、向かうか。でも前作だったらあいつがいたんだよな。てか、まさか稼ぎを要求されると思わなかったな。まあでも、幸いなことに結構ね、稼ぐペースもそんなかかるわけじゃなかったんで、よかったですけど。さあ行きましょう。さあ、船乗って、孤島を目指します。いつもなんで裏ボスの前に船乗るんだ。中盤ぐらい乗りたい。あ、ちょっと待って、海の魔物見たいな、てか。せっかくだしね。ここに来たらせっかくだから海の魔物を見たいな。前回一番のくらいだったな。ちょっと見たいね。いないな。平和だな。一番のくらいでいねえな。いねえな。もういいや、じゃあ降りるか。さあ、こっちの祠には、とある人物がいるんだけど、もしかしてそのままなのかな。そのまま説あるよな。さあ、レベル36にもなってしまいました。多分それぐらいのレベルは必要なんだよな。急に戦闘難易度上がるんだよな。さあ、ここの孤島に何がいるのか行きましょうか。はい、ものすごく強い気配を感じる。行きましょう。死んじゃった。私も、あ、そうか、私もこの離島の魔物たちもここに迷い込んできた人間たちもみんな死んじゃった。なんで死んじゃうのかしら。私が殺してるから、戦争だから、お兄様が逃げ続けてるから、もうこんな世界嫌だから、私は私を殺しちゃったの。あなたがモナクスヤを知ってんなら私に勝てるかもね。寂しさ。ランプスイ、やっぱり戦うことになってしまうのか、ランプスイ。モナクスヤってのはね、孤独寂しさだよ。急に持ってかれちまったな、ランプスイ。前作の裏ボスです。そしてこの人は殺しちゃいけないはずなのに、またやるのか。じゃあ、アマルティアして、ティラッチに繋ぎましょうか。連続攻撃、あ、勝った！ちょっと待って！カラッと、びっくりするぐらい勝ったじゃねえかよ、お前。これさ、アマルティア連打してもいけそうな気がするけどな。アマルティアもう一回かけていい？2回までデバフってかけれるんだよ、確か。RPG スクールの仕様だって言うんだったら、2段階まで下がるはず。あ、下がんないね。2段階までは下がんねえか。
しかもちゃんと強えぞこれ。これちゃんと強いぞ、これ。ちょっと待って。アンラの集中砲火でやられるのだけは避けたいから。でも、やばい。めっちゃ硬い。ちゃんと硬い。だから、アンラに来てもいいように。ティラッチはいいわ。ティラッチはなんとかなる。ティラッチはもうお前はなんとかなる。アマルティアして、自分で回復しろ、あんなもの。ちゃんと裏ボスしてんじゃん。アマルティアして、まあ2人の分のちゃんと難易度はしてるってことか。ちゃんと上げとかないとダメですよと。でね、これ3回攻撃がどんくらいいくからな、それも見ておきたいな。どっちがアタッカーになるか重要だぞ。アンラのね、3回攻撃、この主人公のこれも強いんですよ。うん、強いね。あ、うん、強い。あ、400出る。うん、強い。3回魔撃強いわ。うん、3回魔撃もちゃんと強いわ。そう、巫女の連続攻撃もね、かなりの火力持ってるんですよね、これ。攻撃なら OK。で、アマルティア、3回攻撃。まあ、これも多分前回と一緒かな。アマルティアして、相手の能力下げて、全バフがやばす、全デバフって強すぎるのよね、というか。全デバフっていうのが割と壊れなんだよな、これ、どう見ても。あとは連続攻撃がいかにチートかっていうね。よくわかりました。稼いでる途中わかりました。あ、これチートだわって。連続攻撃チートだなーっていうのはずっと思ってました。で、3回魔撃。で、ティラッチは回復しようか。ティラッチ、この世界線でお前まだ生きてるぞ。食われとったけどな。あ、本編では食われてるけど、お前、今重要だからね。3回攻撃やべえな。デバフかけなきゃ3回攻撃やべえな。HP 回復。集中砲火されたらやばいな。アマルティアして、MP 次回復したいね。そう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 、こういうパターン。このパターンやばいんだよな。まあ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 。まあまあ、落ち着いてね。ティラッチに攻撃してもらいつつ、全部回復して、あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ここのターンいけるね。戦闘難易度はそんな高くないんで、大丈夫と思うんですけど。あー、倒したね。さあ、嫌な予感がしないでもない。あ、よかった。あれ、別に私を倒しても何も起こらないわよ。え、はい。何も変わらない。ただ、え、やめてよ。あなたの欲が満たされただけ。やめなよ。それだけじゃないかしら。秘密を教えてあげる。今の魔王と戦うとき、巫女は力を固定されているの。あ、はい。あ、あ、ちょっと、え、あ、あの、え、鍛えるだけ無駄ってことよ。え、あ、私と戦ったことはあんたが成し遂げるでしょう。はい。すべて無駄。無駄無駄無駄。虚しい結果。おい、やめろよ俺の30分、俺のなんか無言の30分はこんなゲームやめちゃえば、やめなよ、ランプシー。ああ、よかった。まあ、ありがとう。私に会いに来てくれて、私の話を聞いてくれて、うん。そうやって待ってるの、30分無駄にされんのや。うん。エンディングはあの2つだったの？ああ。まだいたのよかった。ま、こんなこと意味ないわ。いえ、そもそもこの世界のことも意味ないかもね。一度死んでみると物語がよく見えんのよ。悲しいわね。せめて私を見捨てて忘れて逃げたお兄様元気でいてくれればいいわ。そっかー。じゃあ、それだけなのか。やめなよ、そんなこと。悲しい。めっちゃなんか、せっかく。会いに行ったのに、あのエンドは二つしかないってことな。そっか、裏ボスだったってことか、単純に。そっか、殺しまで行かなかったのか。実績解放ってだけかな。本当だ。何も言わない。まあ、というわけで、無事に、エグリマティアス、オナクスや。まあ、二つ目終わりました。ちょっと、最後はちょっと、もうなんか、
隠し要素的なやつやったよな。今回はどっちかってちょい役だったんだね、あの商人さんはね。あのまあ一つのエンディングでは食われてたけど、まあ、前回の主人公との話もあり、ちょっとなんか寂しい物語、正直不憫すぎないか勇者よ。何ティラッチってつけなきゃよかった。もう一回不憫の目にあってんじゃん。孤独であり寂しさ、あーいい。やっぱ私はね、こういうダークな物語がとんでもなく好きなんだ。